ヘイチマン国家、ザポロージャのコサック軍、税1649年から1667年に、かけてのヘイチマン国家の領域、男性人口の数字のみ、税、税税、ザバイブ、ジックス、1971、イーカブザン、18世紀、19世紀前期における、ロシアの人口分布の変遷その研究によると、 キエフ地方の男性人口は23,052人。チェルニーヒウ地方の男性人口は438,897人。ポルタバ地方の男性人口は565,964人である。平マン国家は1649年から1782年の間にドニプロウクライナに存在したコサックの国家である。ポーランドリトアニア共和国における最大の コサック反乱であるフメルニツキーの乱によって誕生した国家の君主であるヘイチマンによって統治されたことからヘイチマン国家と呼ばれた正式な国号はザポロージャのコサック軍である1654年以後ロシアツァーリ国とロシア帝国の保護下に置かれ1667年にコサック内戦とロシアポーランド戦争の結果アンドルソボ条約でロシアとポーランドの間に 分割された。1699年に、ポーランド支配下のウガンウクライナにおいて、コサックが廃止されると、ロシア支配下のサガンウクライナにおいて存続し、ポーランドオスマン帝国と、クリミア半国からロシアを守る役割を果たした。1709年に大北方戦争の際、ロシアから離れて、スウェーデンの保護を受けようとしたが、失敗。18世紀中に、ロシア政府の政策により、 政治的、経済的の独立を失った。1764年に、ロシアのエカチェリーナ2世は、ヘイチマン制を廃止。翌1765年に、国土は、ロシアの小ロシア圏に編成され、1786年に、コサック連帯制が廃止となった。ヘイチマン国家、ヘトマン国家、ヘイチマンというコサック統領の称号による、コサック国家。 主権はコサックのみに属していたことによる、平地万のウクライナ、ウクライナ史上の国家であることを強調するため、詳細は、フメリニツキーノーランを参照平地万国家の建国の、きっかけは、1648年に、ポーランドリトアニア共和国の領土であったウクライナで、始まったフメリニツキーノーランである。ウクライナコサックは、現地の対抗たちと大貴族の支配に対して、大きな反感を抱き、 ザポロージャコサックの統領であるボフダンフメリニツキーの下政府に対して反旗を翻した。コサック軍はジョーウチボードイの戦い、コールスニの戦い、そしてプイラーウチの戦いで官軍を破ったことにより、広範な支持を取り付けた。反乱はウクライナ全土に拡大し、コサックのみならず多数のウクライナの町人、農民さえフメリニツキーの軍勢に加わった。 1649年には、ポーランド・リトアニア共和国は、連敗に連敗を重ね、ウクライナの中央にあったキエフ県、チェルニーヒウ県、ブラツラウ県をコサックに明け渡し、コサックの自治権を認めて、平和条約を結ぶことを余儀なくされた。法律上では、ウクライナコサックは、ポーランド・リトアニア共和国の保護のもとで置かれていたが、事実上は、独立した政権として存在していた。 コサックの統領であったヘイチマンは、コサックの域内では内政権と外交権を持ち、反乱参加者のうちから最も有力な武将を中心に政府を作った。コサックの国はポール区という行政単位に分かれ、外的にいつでも打ち向かうことができるように強い軍事的性格を保ち続けていた。首都はチヒル委員に置かれた国内の経済を 活発化させるためすべての税はコサック政府に集められ、独自の効果も鋳造されるようになった。しかし、ポーランドリトアニア共和国にとって、ウクライナコサックの自治は許容しがたいものであった。この前、ポーランドリトアニア共和国とオスマン帝国は、長年の戦争を終えて、平和条約を結んでおり、共和国側の人間がオスマン帝国領へ侵入して、 略奪行為を行うことを厳しく禁止していた。しかしそういった略奪行為はウクライナコサックたちの昔からの伝統的な生活の一部であり、略奪先で捕獲した人々を奴隷として売買する取引は彼らコサックたちの貴重な収入源だったのである。トルコ領への侵入、略奪行為が禁止されたことでウクライナコサックたちが ポーランドリトアニア共和国に対して反乱を起こした結果がヘイチマン国家の成立であった。問題はヘイチマン国家がポーランドリトアニア共和国内で自治権を獲得したとはいえ法律上その国家はポーランドリトアニア共和国の主権下にありこれはウクライナコサックたちがポーランドリトアニア共和国の国民であることを意味した。ヘイチマン国家のコサックたちが 伝統的な経済活動を自由に行えるようになると、平地ン国家の責任者である、ポーランド・リトアニア共和国の外交、特にオスマン帝国との外交にとって非常にまずいことになったのである。ポーランド・リトアニア共和国は国力の回復を待ち、1650年にウクライナ・コサックとの条約を破棄して、コサック討伐戦争を開始したが、それは失敗に終わった。 この戦争の結果、ポーランド・リトアニア共和国は、中央ウクライナの支配を最終的に失い、コサックの国家は、ポーランド・リトアニア共和国と敵対関係にあった、オスマン帝国やモスクワ大公国などと手を結んで、国際的に独立国家として承認されたのである。このような経緯から、フメリニツキーの放棄とヘイチマン国家の成立は、ウクライナ独立の活気とみなされる。 またこれは、ポーランド・リトアニア共和国崩壊の端緒となり、1655年には、スウェーデンが、ポーランド領内に侵攻して、後に、大洪水時代と呼ばれることになった、大きな戦乱時代が幕を開けた。詳細は、ペラヤースラウ会議を参照。フメリニツキーは、ポーランドからの自治を勝ち取ったものの、周囲を敵に囲まれており、軍事、外交の面で極めて難しい状況にあった。 反乱開始当初に同盟を結んでいた、クリミア藩国は後に、ポーランド側に寝返ったため、フメリニツキーは、同盟国を求めて一時は、オスマン帝国の総主権下に入っている。また、モルダビア公国、スウェーデン、トランシルバニア公国、ロシアツァーリー国との同盟も求めようとした。1654年には、ロシアツァーリー国とペレアスラウ条約を結んで、その保護下に入った。 同じ聖教徒であるモスクワとの同盟は、イスラム教徒のオスマン帝国との同盟よりも当時のウクライナでは歓迎されたが、その後は長年にわたるモスクワによるウクライナ支配をももたらしてしまった側面がある。この協定に対する評価は、ウクライナとロシアでは分かれている。ウクライナは、この協定を、フメリニツキーが結んだ多数の短期的な同盟の単なる一つとみなしたが、 ロシア及び後のソ連は歴史の中で別々の道を歩んだロシアとウクライナがこの協定でついに永続的に統合されたとみなした。ポーランドにおける大洪水時代はロシア・ポーランド戦争で頂点に達する。この戦争ではモスクワとウクライナは共に戦ったがやがて利害の対立が深まり始める。1656年にはモスクワはスウェーデンに宣戦線布告し、 ヘイチマン国家への通告なく、ポーランドと和平を結ぶに至った。これに起こったフメリニツキーは、モスクワと戦うために、オスマン帝国やトランシルバニアなどの各国、中でもスウェーデンと結んで放棄しようとしたが、その直後に没してしまった。フメリニツキーの死後は、ドニプロ側の左岸と右岸に、ヘイチマンが並立した上、各国がウクライナの地を舞台に戦い、ウクライナは、 後輩時代と呼ばれる衰退期に入った。ロシア・ポーランド戦争の終結となる1667年のアンドルソボ条約により、ウクライナのコサック国家がポーランドとロシアの間に分割された。この分割は1689年の永遠平和条約により固定された。キエフを含むドニプロ川の左岸に位置するヘイチマン国家の領土はロシアの支配下に置かれ、 サガン、ウクライナと呼ばれるようになった。一方、ウガンでは、ポーランドの支配が復活し、コサックは自治を奪われ、1700年には、ヘイチマンやコサックの制度が廃止されてしまった。1709年、大北方戦争中にヘイチマンのイバン・マゼーパが、反ロシアの放棄を起こしたことにより、ヘイチマン国家には、ロシアの高官や軍隊が送られて、コサックの自治権が大きく削減され、 1722年にヘイチマンの政府が廃止された。1734年までにコサックの統制を行ったのはロシア政府の機関、小ロシア委員会であった。その後、ヘイチマン政府は一時期に回復されたものの、1764年に最終的に廃止されることとなった。このことによりヘイチマン国家は事実上滅ぼされ、1781年に その旧領土において、チェルニーヒュ大艦地、ノーブホロドシーベルシクイ大艦地、キエフ大艦地が設置された。ヘイチマン国家は、ザポロージャのコサック軍とも呼称されていた。その領土は、ドニプロ川を軸にして、現在の中部ウクライナから、南ベラルーシまで拡大していた。面積はおよそ20万キロ平方メートルの面積で、人口は約300万人であったという。 1660年代までの国家の首都は、キエフやザポロージャではなく、フメリニツキーの故郷、チヒルインの城に置かれていた。ペレアスラウ条約締結後は、領域は左岸のみとなり、首都は、ウクライナ北部のバトゥールインになった。マゼーパの反乱の後、バトゥールインは、ロシア軍により懲罰として破壊され、住民は、虐殺され、首都はさらに、ロシア国境に近いフルーヒウへと移っている。 ヘイチマン国家の国家構造は、そのコサック軍的な要素で特徴づけられている。国家元首は、コサック全員による大会議により就寝選任され、国内の最高立法権、行政権、裁判権を有するコサックの長であるヘイチマンが担い、その下でコサック軍の軍隊階級に準じた役職が各階層でラーダを持ち、国家の運営に当たった。ヘイチマンの下には、 ヘイチュマンラーダが置かれた。ヘイチュマンの側近は、ヘネラーリナスタルシーナと呼ばれ、ヘネラーリヌイ・オボーズヌイ、ヘネラーリヌイ・スチャー、ヘネラーリヌイ・プイサル、ヘネラーリヌイ・ピドスカールビー、ヘネラーリヌイ・ホルウンジー、ヘネラーリヌイ・ブンチュージュヌイ、二人のヘネラーリヌイ・オサブールからなっていた。大長老衆は、選挙によって選出された。この他、臨時職として、 中ズヌイ・平地ンが置かれたこともあった。こうした役職は、それぞれ国の行政、司法、立法、軍事、外交などを司さどった。その最高機関は、ヘネラーリナ・ビーシコー・バラーダで、ヘネラーリナ・スタルシーナによって運営された。ヘネラーリヌイ・スチャーは、最高司法機関であるヘネラーリヌイ・ビーシコー・ビー、スードを運営した。ヘネラーリヌイ・プイサルは、 最高行政機関であるヘネラーリナビ B 指向はカンセラーリアを運営した。ヘネラーリヌイピドスカールビーはヘネラーリナスカルボーバーカンセラーリアを運営した。ヘネラーリナスタルシーナの下には B 指向バースタルシーナが置かれた。その下に置かれたのがポルコウヌイクであった。ポルコウヌイクはポルコーバラーダを持ち国家の機関であるポルクを運営した。その下には ソートニアを運営する、ソートヌイク、最小単位である、クリーニを運営する、クリヌイイオタマアンが置かれた。こうした組織は、それぞれにラーダを持っていた。全体として、国内の連帯の数は常に16を超えていた。連帯性とは別に、コサック国家内で、自治性を保つウクライナコサックの根拠地サポロージャの、市位地が存在し、それは、平地ンの直轄地とされ、 平地ンに任命された連隊長と違って、市地域のコサックが選ぶコサック大長官によって収められた。社会は、コサック、貴族、聖職者、町人、農民という階級に分かれており、国権はコサックのみによって発動されていた。コサック以外の階級は、国政運営から切り離されていたが、貴族と聖職者は、身分権、領地自治権が保障されており、町人は、 ドイツ法に基づく自治権を有していた。また多くの農民は、フメリニツキーの乱によって農土から解放され、自由な所有者となり、税金と引き換えに土地を所有することが許された。フメリニツキー統治下のコサック国家では、階級の境界は柔軟で、貴族と町人はコサックになることが多かった。従来のコサックの習わしによれば、国政は平地ンと コサック全員との大議会で行うはずであったが、フメリにつき時代のコサック国家の大議会はほとんど開催されることなく、国政に関する全ての判断は、平地マンの独断か、ヘネラーリナスタルシーナとの相談によって決められていた。国の財政を握ったのは平地マンのみであり、国家予算の内容は、戦利品と徴税からなっていた。ありがとうございます。